受付で、お金を払いまして、これからじゃあ中へ入りたいと思いますが、それにしても苔いいですよね。どうしても苔に気を取られながら、はい、この静けさもいいですね。じゃあ中へ入ってみますかね。パンフレットもあったんだけれども、あの字が小さいので、どこがどこかよく分かりませんので、この近道ですかね。近道の周りだけですね。今度まあブラブラ回りながら、もちろん中の仏様たちは、趣味壇の上に配置しています。仏様たちは見られませんので、まあ、庭見ながらですね、ブラブラと。紅葉がやはりもうね、始まってまして、これがまあ本当にですね、最盛期になったらすごいですよね。これもみじもまあここまで来てますね。まあ一部だけどね。これがまあ、あそこはここの秋篠寺の本尊は薬師如来でしたね。薬壺を持ってましたよね、左手に。で、その、右と左ですかね、日光菩薩、そして月光菩薩が、まあ、立たれて、まあ、脇を締めているという感じの配置でしたね。で、ここの寺で有名なのはですね、義芸天なんですよね。義芸天という 天部ですかね、ものすごい有名な、そういう、まあ、お像が、まあ、あったんですけれども、スラッとして背が高いですよね。それでその義芸天に対象となるような像は何かななんて思って、ちらっと見ましたら、それが帝釈天でしたね。帝釈天が、それぞれ正面薬師如来に向かいまして、一番左の端を義芸天ありましたね。で、右の端がですね、帝釈天でしたね。あとは脇の方を日光菩薩、月光菩薩がそれで占めていました。あと、地蔵菩薩なんかもなんかあったみたいですけれどもね。あとはちょっとちらっとも忘れてしまったんですけれども、あと十二神将がいましたね。右に6体、左に6体ですか、十二神将、まあありまして、そんな感じで、このここの秋篠寺のですね、本堂ですね、まあ、近堂ですかね、ここに、まあ、そういう、お坊様が、お像が祀られているということですね。やはりもみじが気になりまして、この2つがですね、色づけばね、いいんだよね。これも、あとはお堂はさらっと流しましょうね。あとブラブラと紅葉が始まりつつある、秋篠の寺のですね、本堂の周りをですね、ブラチャラブラチャラと歩きながら気楽なことを言いながら、まあ、ね、こう散策して言いますがね、はい、秋篠寺国宝ですね。本堂が国宝になってますね。ここ国宝でしたね、はい。この裏からも見ますかね。裏はあんまり良くないかもね。裏、これ国宝でしたね。じゃあちょっと一周してみますかね。一周して、はい、小籠金付き堂もありますね、はい。やはり前の方が、
後ろよりもやはりまあね見られるということでですね、いろいろまあそういうまあ人間で言えば化粧をまあしてるということで、前の顔がやはりいいですよね、どうしてもね。はい、もうちょっとじゃあ後ろに下がって、ブラブラ歩いて斜めの位置ぐらいからですね、じゃあ本堂ですかね、じゃあそれを見て秋篠寺の最後としますかね。斜めがいいですね、斜めが絶対いいわ。はい、こういう形ですね。もうちょっと斜め行ってみますかね。こっから入ってここをちょっと入ってこの位置からいいかな。はい、この位置からじゃあ、秋篠寺の本堂を見まして、今日の全行程をここで終わりにしたいと思います。はい。